皆さんこんにちは、アップルニスタです。本日は先日行われましたコンサドーレ札幌と湘南ベルマーレの試合のコンサドーレの攻撃を解説したいと思います。湘南は 5-3-2 で守る意図が見れました。それに対しコンサドーレがどのように崩そうと試みたのか、意図を解説したいと思います。まずバックパスが入るところからです。バックパスが入る瞬間にボランチが降りて相手2トップに対して3対2を作っていることがわかります。ちなみにですが、この選手は3バックの真ん中の選手、この選手は3バックの左の選手、この選手はボランチが降りてきました。そしてこの選手が3バックの右の選手です。ここでキーノート解説を入れたいと思います。コンサドーレの攻撃の解説です。湘南はシステムは 3-5-2、コンサドーレは 3-4-2-1 というようなシステムだったと思います。湘南は 3-5-2 から守備の時は 5-3-2 のような形を取ります。相手 5-3-2 の形に対しては3-4-2-1のままでも、ここ相手2トップに対して3バックで数的優位を作れることから、このままでもうまく前進できそうですが、札幌はあえてボランチを降りて両センターバックを開かせ 4-1-4-1 のようなシステムを作ります。それの意図はというと、相手2トップに対してこのようにボランチを含めて3対2の状況を作る、プラスアルファ GK スゲノを前に押し出して4対2の状況を作るというところで数的優位を作って常にボールフリーで前進しようとする意図が見えたと思います。ちなみにですが、このシーンは攻守が入り乱れて、このような状況からバックパスのタイミングでボランチが降りて左センターバックがあまり広がらず、あえて内側を取って攻守の入り乱れるタイミングだったので、相手2トップに対してこのように3対2を作っています。その状況からこのようにボールをうまく動かしながらバランスを整えて 4-1-4-1 の攻撃時のシステムを作るようなシーンだったと思います。ではもう一度見てみましょう。バックパスが入るタイミングでボランチが降りて相手2トップに対して3対2の状況を作っていることがわかります。センターバック間でボールを動かしながら、徐々に右のセンターバックも下がりながらワイドにポジションを取って、左のセンターバックも広がって 4-1-4-1 のシステムを作っていることがわかると思います。この時点で湘南がシステムが 5-3-2 で守っていることがわかると思います。中盤が3枚なのでボランチの脇のスペースが空いてしまい、パスラインがこのようにあることがわかると思います。この選手は中央を絞りすぎると外に出されて外から突破されてしまうことから対応が中途半端になりました。しかししっかりとプレスバックしたので一旦攻撃をやり直します。この瞬間この選手は後ろ向きですが、味方を使い動き直すことによって一瞬相手と2対1を作り、自分がパスを受けて前を向くことができました。この瞬間、これぞコンサドーレの中央突破という崩しがありましたので解説したいと思います。今このわずかにできたスペースをこの選手が使おうとしています。ボールがここに入った際にこの選手が食いつけば、この選手とワンツー、さらにそのワンツーを嫌がってこの選手がしっかりスライドしてきたとしたら、1つ飛ばして3人目で突破することができます。実際には1つ飛ばして3人目を選択したのですが、見てわかる通り相手が我慢して食いつかなかったので、ここの3人目のアクションも相手に対応されて成功はしませんでした。戻りまして、ここでワンタッチでパスを出してしまうのですが、この蹴ろうとした瞬間に相手が食いついてないのがわかると思います。そうなった場合はコントロールしてドリブルで仕掛けることによって相手を引き出すことができます。ですがこのシーンでは相手はおそらくコンサドーレの崩しを研究していて、あえて食いつかずにこのように対応することができました。コンサドーレ側からすると、あそこをワンタッチでなくドリブルで仕掛けたらどうなるのか見てみたかったというシーンでした。ボランチが降りて、この瞬間は3バックみたいに見えますが 4-1-4-1 の形を作ります。そして相手のボランチの脇を利用してうまくボールを流し込んで、ここうまかったですね。後ろ向きをうまく前向き作って、こっからですね、こっからザ・コンサドーレの3人目の崩しだったんですが、うまくいかなかったシーンでした。いかがでしたでしょうか。今回コ
これぞコンサドーレ札幌の中央突破の形というシーンを解説させていただきました。少しうまくいかなかったのですが、あそこでコントロールして相手を食いつかせたらどういうシーンができたのか、非常に興味深いシーンだったと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。グッドボタン、もしこんな解説が足りなかったなどご意見ありましたらコメントに書いていただければと思います。それではまた次のエピソードで会いましょう。さようなら。